こんにちは、ケイドラです。今日はモンソニュースまとめ解説やっていこうと思います。まずはこちら、予想通り劇獣震災に新限定キャラが追加されました。名前はメモリー。劇獣の開催期間は明日3月10日金曜日の12時から3月13日月曜日の11時59分までやっています。では性能を見ていきましょう。闇属性の獣進化、こちらの貫通ゲージロボット族バランス型、ラックスキルがガイド、アビリティが超 AGB 超アンチダメージオールアンチ魔法陣光属性キラー、ゲージで SS ターンチャージ、壁 SS ターン短縮、 SS が自強感度弱点露出12+8ターン、友情コンボがコピーとユースピアップとなっています。もうこれ見たらわかると思うんですけども、天魔豪の最適性キャラがようやく登場しました。ギミック完全対応で超アビ2つ、そして光属性キラーと超バランス型も解放できるんで、全ての敵に対して効果力を叩き出せます。で、この上に SS が自強化プラス弱点露出なんで、特にボス1とボス2ですよね。しっかり弱点部分を殴ってあげれば効果力も出せるし、モーセと全く一緒の SS だった場合、1段階目自強化 1.2 倍、2段階目自強化 1.5 倍でして、弱点露出の継続ターンは、1段階目だったら自分が打ったターンのみ、2段階目だったら2ターン継続します。もしこれが強化されていたら、もっと強くなりますね。壁 SS ターン短縮もあるんで、SS を打った次のターンに4壁触れてあげれば、次のターンまた SS が打てます。要するにうまく使えば、2周に1回この SS を打てるんで、かなり使い勝手はいいと思います。で、このキャラ種族がロボット族なんで、降臨キャラのアインスとめちゃめちゃ相性が良くなっています。SS も弱点効果アップですね。で、天魔豪では友情コンボ発動しないんですけども、その友情コンボがコピーとユースピアップ持ってるんで、これに関してはネオだったりヤクモとめちゃめちゃ相性がいいんですよね。ネオに関して言えば、属性キラーと超バラ効果が乗ってくるコピーな上にユースピアップあるんで、リフレクションリングをより多く出すことができます。しかもこのキャラ SS ターンチャージ持ってるんで、その点も相性いいと思います。ヤクモに関しても属性キラーと超バラ効果が乗ってくるルミナスレイ、その上にユースピアップあるんで、ルミナスレイをたくさん設置することができます。とりあえず天魔豪ではめちゃくちゃ強いし、コピー枠の超バラ属性キラーとしても強いんで、スペックとしてはめちゃくちゃ高いと思います。ではお次、もう一形態、消去者の方を見ていきましょう。性能が反射ゲージロボット族スピード型、ラックスキルがガイド、アビリティが超アンチダメージオール、超アンチワープ、アンチブロック、SS ターン短縮、ゲージでドレインと渾身、SS が自強感度友情ビット展開、12+8ターン、友情コンボが睡眠弾とラウンドバースト。こちらの性能は爆絶 R の最適性キャラなんですけども、渾身がこれなかなかにヤバいですね。何がヤバいかというと、このキャラ超スピード型解放できるんで、壁に触れたらもちろん加速します。この組み合わせによって、渾身を発動しながら超スピで動き回れるんで、実質全敵キラー EL ですよね。これが本当にヤバいと思います。しかもギミック対応3つ持っていまして、ドレインもあるんで、難しいコンテンツも無理やりクリアできるぐらいパワーはあると思います。とにかくこれはヤバい組み合わせが来ましたね。SS に関しては自強化プラス友情ビット展開。これが超 SS 短短縮で早く打てます。で、注目の友情コンボが睡眠弾とラウンドバースト。まあ正直睡眠弾に関しては難しいコンテンツだったら結構事故るんで、意図的に弱点を作ったんじゃないかなと思いました。爆発で誘発すると近くの敵をロックオンするんで、ボスの即死前とかはめちゃめちゃいいんですけども、敵が眠っちゃうとドクロの効果は発動しなくなるんで、正直使い勝手はいい友情コンボではありません。もう一個の友情コンボ、ラウンドバーストに関しては、友情ビット展開していると、これも3本出るんで、これは結構火力出るんじゃないかなと思います。そんな感じで見ていったんですけども、今回もモンソの日限定で、ラック引き換えにボイスセットが登場します。で、引くべきかに関しては、大前提に3月後半ですね、こちらにコラボが来る可能性があるんで、現状引こうと思ってる方も、そこだけご注意ください。で、どんな人に需要があるかというと、まずは天魔豪苦手な方だったり、適正キャラが全然いなくて困ってる方に関しては、超強力なアタッカーですよね。処理がちょっと難しいデーバダッタだったりバハムートに関しても火力を伸ばしやすいし、SS の回転率も高いんでめちゃめちゃいいキャラですし、友情コンボに関してもネオだったりヤクモと相性いいんで、コピー枠としてもしっかり戦っていきます。ただ上級者の方に関しては、天魔豪は本当に PS ゲーなんで、間に合ってる方も多いと思うんですよ。
なのでそういった方には現状需要が低いと思います。本心プラス超スピ解放できる方に関しては直近の爆絶 R の最適性なんで、手持ちが少なくて困っていた方だったり、これから周回しようと思っている方は結構価値は高いと思います。他にもフェムトとかでも使えますよね。とりあえず天魔5も間に合ってるし、 R も運極終わった、バルハラも運極終わったっていう方に関しては現状無理して狙わなくてもいいかなと思います。天魔5に関してはやっぱり結構苦手な方も多いと思うんで、このキャラめちゃめちゃ強いんですけども、解体新書の SS ではないんで結局 PS は求められます。最終的には PS ゲーで変わりはしないんですけども、火力は本当に高いんでワンパンラインとかを下げてくれるいいキャラかなと思います。個人的には渾身プラス超スピの方が結構やばいと思ってるんで、どれだけいろんなクエストを破壊できるか楽しみですね。ではお次、バージョン 25.3 アップデート情報を見ていきましょう。3月14日火曜日の0時からメンテナンス実施です。まずはこちら、クエストクリア時の思い出が画像で生成される機能が登場。クエストクリア時のスクリーンショットだったり編成情報が一覧で確認できる勝利画像が登場します。これは結構便利で、画像のようにワクワクの実だったり紋章の効果、挑戦形解放しているかどうかもわかります。で、この勝利画像の保存方法なんですけども、クエストクリア後の画面から保存ができまして、自動で撮影された5枚のスクリーンショットから好きな瞬間を選べます。1枚目の画像確認を押すと2枚目こんな感じで表示されまして、勝利画像1から5が選べます。他のストライカーの名前を隠すっていう機能もあるんで、めちゃくちゃ使い勝手いいと思います。結構毎月天魔のクリアパーティーとか聞かれるんですけども、この機能を使えばワクワクのミーも確認できるんで、これからたくさん使っていこうと思います。他にはこちら、ログインスタンププレミアムの初回購入がお得な価格になります。お一人様1回限り480円で購入できます。他にもニュース外情報を見ていきましょう。千家の書を使用する際、使用可能なキャラが重心化前でも表示されます。経験ある方多いと思うんですけども、4種の千家の書を余らした時とかに重心化前のキャラを調べて重心化させて、そこでやっと使うっていう場面があったと思います。ですがこれからは新しいソート画面があるんで、これで確認しやすくなります。他にはアプリを再起動してもモンスターボックス等の並び替えが変更されたままになります。これは個人的には結構ありがたいですね。毎回毎回リセット入るのは結構億劫だったんで地味に助かりますね。では残り細かい情報を見ていきましょう。3月10日はモンソの日っていうところで、ラッキーモンスター集めてると選べるベル2つがもらえます。3月14日火曜日の12時から未開の大地拠点43が追加されます。で、本開催より拠点21から30でもミラクルミンが使用可能になります。では最後、重心化回の情報を見ていきましょう。今回は貴属性のシェヘラザードが来ました。性能を見ていきましょう。貫通アジン超砲撃型、ラックスキルがシールド、アビリティがアンチ重力バリア、超アンチダメージオール回復 M、 レーザーストップコネクトスキルで超マインスイーパー M、 SS ターン短縮、 SS ターンチャージ M。 条件としましては、アジン族以外が2体以上、または砲撃型以外が2体以上、 SS が自強感度、触れた味方を一定期間無敵状態にする 20+4 ターン、友情コンボがスクランブルレーザー EL と超絶貫通ホーミング8、こんな感じの性能でして、今回新しくアンチ重力バリア、レーザーストップ、超マインスイーパー M がつきました。ダメオは超ダメオに、回復は M に、 SS ターンチャージも M に変わりましたね。トリプルアンチもらったんで汎用性上がりましたし、回復 M、 SS ターンチャージ M、 あとは味方無敵付与の SS を持ってるんで、全体的にサポーターとして扱いやすいと思います。友情コンボに関しても超砲撃のスクランブルレーザー EL と超絶貫通ホーミング8なんで、普通に火力は高いですよね。ラックスキルがクリティカルだったら一応ハービスルとかでも使えたんですけども、今回はそうじゃなかったんで、とりあえず簡単なクエストとかでの汎用性はめちゃめちゃ上がりましたね。そんなシェヘラザードの重心化回解禁日は3月14日火曜日の12時からとなっております。ではお次、重心化情報を見ていきましょう。今回は火属性超量でしたね。性能を見ていきましょう。貫通ゲージ侍族スピード型、ラックスキルがクリティカル、アビリティがアンチ転送壁カウンターキラー M、 超 SS ターンアクセル、ゲージ倍率保持、ゲージでアンチブロック、 SS ターン短縮、 SS が一定期間自強化、16+8 ターン、
友情コンボが超強破裂斬撃弾と超絶爆発。とりあえずアンチアビは2つで、そのうちの1つがアンチ転送壁なんで、現状の使い道はほとんどありません。ただしっかりクエストが来た場合、カウンターキラー M の火力、そして SS に関しても一定期間の自強化、これが SS 短短縮と超 SS 短アクセルによってめちゃくちゃ回転率よく打つことができます。友情コンボに関しても爆発を持ってるんで無難に扱いやすいですよね。とりあえず未来投資のキャラなんで、現状の評価はしがたいところでございます。そんな長領の重進化解禁日も3月14日火曜日の12時からとなっております。以上、今週のモンストニュースは終了でして、来週は3月16木曜日の16時から。ラッキーモンスターはこんな感じになっております。とりあえず大方予想通りでしたね。来週コラボ発表あるかどうかは分かりませんが、もしやった場合は新イベの関係上翌日開催なんで、結構世話しない感じはあると思います。以上、よかったら皆さんの意見もコメント欄で教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。